TBS マルチコンプ。 TBS はエレキベースの機材を多く作っているスウェーデンのメーカー。その中でも最も有名なモデルがこのマルチコンプ。このチャンネルでも3度目の登場です。同じ箇所がよく壊れるんですが、今回はいかがでしょうか。症状を確認していきます。スルー音が出ますが、電源も入らず音も出ません。いつもと同じ症状です。それとフットスイッチの感触がよくありません。分解して中身をチェックしていきます。裏蓋を止めている4本のネジを外します。裏蓋が外れました。このままでは電源部分が見えないので、ケースから基板を外します。その前に感触の悪かったフットスイッチをチェックします。このテスターは導通しているとブザー音が出ます。インプット側にプラグを差します。これはプラグが刺さってないとインプットがグランドに落ちる仕組みになっているためです。エフェクトオフの状態では正常に動作しています。スイッチを押して切り替えます。反応がないです。この箇所は壊れているようです。他の2箇所は導通があり壊れていません。インプットのエフェクト切り替えができてません。フットスイッチが壊れていますが、電源の故障とは別のようです。電源部分を確認したいので基板を外します。ジャックのナットは11mm。ノブは手で取れました。ボリュームポットのナットは10mm。フットスイッチのナットは14mm。サイドのプッシュスイッチのノブを外します。基板が取れました。早速電源部分をチェックしてみると、予想通り抵抗とダイオードが焼けてます。このままでは抵抗とダイオードを交換できないので、周りのものを外します。ボリュームポットの基板を外します。ハンダ部分にフラックスを塗ります。グッドの DP100 でハンダを吸い取ります。基板が取れました。次は DC ジャックを取ります。こちらの端子は大きいので、手動のハンダ吸い取り機を使います。宝山の PT109 です。スルーホールでなかなかハンダが取れません。無理やり取り外さず、何度も足して吸い取り直します。融点の低いハンダを足して作業すると、吸い取りやすいです。
一箇所どうしても取れないので、パンダゴテで温めながら DC ジャックを動かして慎重に取ります。無事に取れました。パターンも損傷ないです。まずテスターで損傷部分を確認します。ダイオードはショートしている模様。パターンは大丈夫そうです。焦げている抵抗とダイオードを取り外します。ハンダを足して温めながら取り外します。ダイオードが取れました。抵抗も取れました。余分なハンダを吸い取ります。抵抗下のパターンが少し浮いてるので損傷がないか確認します。どうやら無事のようです。パーツをつける前に洗浄します。抵抗を取り付けます。新品の抵抗は 5.6 オームです。まず抵抗を取り付けるランド部分の片方にハンダを乗せます。乗せたハンダを温めながら抵抗を仮置きします。逆側をハンダ付けします。これで抵抗がつきました。次は 10V のチェナーダイオードを取り付けます。この位置で取り付けます。抵抗と同じように片方ハンダを乗せます。仮止めします。ここで他の箇所とショートしていないか確認します。大丈夫のようです。もう片方をハンダ付けします。これで取り付け完了です。テスターで異常がないか確認します。すべて問題ありませんでした。取り外したパーツを元に戻します。元に戻ったので動作確認をします。無事に電源が入りました。ここで一応エフェクト音の確認をします。やはりエフェクト音が出ません。最初に調べた通りフットスイッチが壊れているようです。フットスイッチを交換します。まずフットスイッチを取り外します。フラックスを塗って手動のハンダ吸い取り機を使います。ハンダを吸いやすくするために新しいハンダを足します。
ハンダを吸い取ります。なかなか取れません。スルーホールのハンダを9カ所取るのは厳しいです。ということで次の作戦に移ります。9カ所にハンダを乗せて、すべて溶けてる状態で基板からスイッチを抜きます。この作業は慣れてないと壊す可能性があるので、あまり真似しないでください。まずハンダをなるべくたくさん乗ります。すべて溶けるように調整します。やっと取れました。余分なハンダを吸い取ります。パターンも無事のようです。取り付ける前にフラックスを掃除します。新しいフットスイッチを取り付けます。フットスイッチには回転防止の溝があり、取り付ける方向を合わせます。スイッチをハンダ付けします。取り付けが終わりました。フラックスを掃除します。動作確認をします。やっとエフェクトの音が出ました。すべて問題なく動作しているようです。無事に中身が直ったので組み立てます。
ここで問題発生。サイドの切り替えスイッチのキャップが入りません。フットスイッチの高さが合ってないようです。もう一度基板を取り外しました。元のスイッチと比べると締め付けたナットの位置が元のスイッチと違うようです。高さが合うように調整します。スイッチについていたワッシャーを2枚挟んでみます。ちょうど良さそうです。ケースに取り付けてみます。サイドのスイッチの高さが合いました。スイッチキャップも取り付けできました。このまま組み立てていきます。これで修理完了です。今回の修理はいかがでしたか？3台目の電源不良ということで、今回は趣向を変えて私、九州空が解説いたしました。好評でしたらまた解説させていただきます。それではまた次の機会でお会いしましょう。